ついに最後の時が来た。今ブレインは我々の頭上にいる。奴はただの司令船ではない。巨大な戦闘要塞であり、アースイーターという大艦隊を従える機関である。難攻不落の相手だが、我々はブレインを撃沈する。地球には空が必要だ。アースイーターという檻を壊し、空を取り戻す。総員、戦闘開始だ。 EDF! EDF! アースイーターから飛行ビーグルが飛び立っています。アースイーターの下部にハッチがあります。あのハッチから兵器を投下しているようです。ハッチが開いた時を狙い攻撃してください。ハッチを破壊しろ。アースイーターの下には砲台がある。まず砲台を破壊しろ。攻撃が激しい。まず砲台を破壊するんだ。こちら砲兵、作戦エリアに突入する。こちらデスピア、支援可能な海域にいる。手を貸そう。長くは持たない。早めに声をかけてくれ。こちら砲兵、支援任務に着きます。こちら作戦司令本部、このエリアにいる全ての戦士に感謝する。死ぬなよ。ブレインの下側は厚い装甲に守られているようです。破壊するにはブレイン上部を攻撃する必要があります。守られている。まずは周囲のアースイーターを破壊しろ。ブレインを丸裸にするんだ。赤いパネルを破壊しろ。開けましたよ。赤いパネルは真下付近からでないと攻撃できません。逆さにしたコップの底に目標があると思ってください。ウィンズ、よろしくね。電子妨害によって通信は遮断され、世界各地の状況を正確に知る術はありません。ですが我々はできる限り情報を集めています。この放送は世界中に送られています。大都市の多くが壊滅しました。しかし多くの人々が都市を離れ生存しています。抵抗戦は未だに続いており、人類はフォーリアに屈していません。まだ希望はあります。この放送を聞きの皆さん、生き抜いてください。必ず生き抜いてください。ハッチを攻撃しろ。ハッチが開いた時を狙え。着弾しました。作戦エリアにマザーシップが接近しています。なんだと。ブレインとマザーシップの同時攻撃に対抗する術はない。この場にマザーシップが現れたら終わりだ。何か対策はないか。このまま
だぞ。全滅も時間の問題だ。対抗できる兵器を探します。ブレインに損傷を与えました。ブレイン大破したようです。勝った、俺たちは勝ったぞ。ための親衛隊というわけか。まだこんな力を残していたとは。オーリナーとはどれほど圧倒的な存在なのか。こちらレンジライン、激しい攻撃です。撃ってくるぞ。新型のアースイーターを破壊しろ。絶対に諦めるな。
次。砲撃があまりにも軽い。もう持ちません。全滅は時間の問題です。こっちだ。